YouTube の動画を再生し、サムネイルにしたい瞬間で一時停止、スキッチで画面キャプチャします。キャプチャイメージをトリミングします。マウスでトリミング位置、範囲を調整します。適用をクリックします。ファイルサイズを確認し、必要があればサイズを調整します。テキストを挿入します。位置と大きさを調整します。画像をさらに加工してみます。イメージを保存します。画像が保存できました。あとは、YouTube の設定から動画にサムネイルを入れてください。